俺の名前はホランド。今年ヒューストンの高校を卒業して地元の小さな町工場で働いている。知っていると思うが、つい最近ミネアポリスで黒人が白人警官に殺される事件が起きた。黒人の命を守れ、人種差別をやめろ。アメリカ中で大規模なデモが巻き起こっている。なんでこんな大きなデモになったのか、黒人差別とは一体何なのか、今回それを伝えるためこのノートを紹介したいんだ。内容は黒人がやっちゃいけない16のルール。何度も読み返してボロボロになっちまったな。これは若い黒人が従うべき暗黙のルール帳。俺が幼い頃に母さんが作ってくれたものだ。これを初めて見た時俺は泣いた。なんで黒人に生まれたってだけでここまでしなきゃならないんだって。でも母さんはこう言うんだ。これを守らないとあなたは殺されてしまうかもしれないのよ。うう、母は愛する我が子のために作ってくれたんだ。今回はそのルールを一つずつ紹介したい。その1、手をポケットに入れてはいけない。おい見ろよあいつ、ナイフ、いや銃を持っているんじゃ。黒人はポケットに手を入れているだけで凶器を隠していると思われる可能性があるから。その2、パーカーのフードをかぶってはいけない。ああ急に雨が降って最悪だ。止まれ、そこの黒人、顔を出せ。犯罪をするために顔を隠していると勘違いされるかもしれないから。その3、シャツを着ないまま外に出てはいけない。今日は暑いな。そこのお前、なんでそんな格好で外にいる。不快に思われるかもしれないから、たとえ自宅の敷地内でもだ。その4、一緒にいる相手がどんな人か確認する。たとえ路上で会った人でも。はじめまして、あなたはどんなお仕事を。おめえらには答えねえよ、よるんじゃねえ。僕たちに悪意を持つ人たちかもしれないから、そういう人とは距離を取らないといけない。その後、遅い時間まで外を出歩かない。今日は最高だったな。また遊ぼうぜ。こんな時間にうちの周りに黒人が、通報しなきゃ。遅い時間に出歩くと、なぜか僕たちは悪いことをするように見えるらしい。その6、買わないものを触らない。これはやっぱいらないや。黒人の触ったものなんか買いたくないわ。僕たちが触ったものにネガティブな感情を持つ人がいるんだ。その7、たとえガム一つだったとしても何かを買ったらレシートかレジ袋なしで店を出てはいけない。貴様、万引きをしただろう。え、買いました。嘘をつけ貴様。こうなるかもしれないから。これでまだ半分。その8、誰かと言い争いをしているように見せてはいけない。お前ふざけんなよ。悪い悪い、黒人に絡まれてる、助けなきゃ。ふざけていてもどう解釈されるかわからない。そして悪いのはいつも黒人なんだ。その9、身分証明書なしで外に出てはいけない。いや違うんだ、俺はここのバイトなんだよ。なら身分証を見せろ。それが家に忘れて。やっぱり強盗だろってことだ。その10、タンクトップを着て運転してはいけない。調子に乗ってんじゃねえよ、カスケ。シャツを着てよ、シャツを。その11、ドゥーラグをつけたまま運転してはいけない。おい貴様、マフィアか。車内を調べさせてもらう。え、違います。その12、タンクトップもしくはドゥーラグを巻いて出かけたりしてはいけない。おい貴様、マフィアか。両手を上げて壁につけ。え、あ、はい。悪そうな格好をした時点でリアル悪党ってことさ。その13、大きな音楽をかけて車に乗ってはいけない。騒音を垂れ流しやがって、ぶっ殺してやろうか。俺たちが流すと白人よりイラつきの度合いが増幅するんだ。その14、白人の女性をじっと見てはいけない。おい、なぜ俺の女をジロジロ見やがった。いや、ちょっと見ただけで。嘘つき、レイプするつもりだったんだろ。その15、警察に職務質問されたら反論してはいけない。協力的でありなさい。名前は、住所は、なんでこんなところに。いや、いきなりなんだよ。答えられないのか。怪しいやつだ、連行する。最後はちょっと長いんだが。おい、そこの車止まれ。え、その16、警察に車を停止させられたらダッシュボードに両手を乗せて運転免許証と登録証を出してもいいか尋ねなさい。車内をチェックする。免許証と登録証ならここに。おい、許可なく動くな、撃つぞ。そうしないと怪しい動きをしようとしたなんて言われていきなり撃たれるかもしれないからだ。俺は11歳の時にこのルールを全部覚えて実践してた。母さんは理不尽にあなたが命を奪われるなんて耐えられない。これが私たちの現実。黒人は外に出る時みんな心の奥底で思っている。今日は無事に家に帰れるだろうか。それくらいにこの理不尽な差別は根深いんだ。デモが暴動に発展してしまったのは良くないことだ。
でもこれをきっかけに黒人の現状が少しでも変わることを祈っている。